プロ野球関係者名言ごった2週。好評だったので新旧なんでもありで。長嶋茂雄勝負師の男は、いい女性に育てられるという面もあるでしょう。長嶋茂雄10打数3安打で打率3割3分3厘、それだけでこの世界は一流なのです。秘宝ミスター、計算ができない。数回見直して草生えた。長嶋茂雄犠牲フライは好きですね。お客さんが喜んでくれる数少ない凡退ですから。いいなこれ。長嶋茂雄この試合は1点でも多く取った方が勝ちでしょう。勝負の鉄則や。よりベラ野球の90はスピリット、残り半分はフィジカルなんだ。よりベラもっと考えて打てという批判に考えながら同時に打てというのか。よりベラまだあんなことやこんなことも起きてないのに、あんなことやこんなことについて言えるか。怒涛のよりベラに草生える。よりベラ昼間 ?1 時から4時まで2時間昼寝する。三原治付きってものはなぜか悪い奴に来る。真面目な奴を通り過ぎて。三原治監督が勝負する相手は第一に相手監督、第二に味方選手、第三にスタンドだ。野茂さんはこれに第四の敵としてマスコミを加えてるね。扇明山の頂点は一つだが、そこへの山道はたくさんある。自分だけの成功体験を押し付けるのは良くない。扇明先入観ゼロの白紙で選手を見るには、結果を出す場を与えるしかない。扇明プロ野球は感動産業なんだ。人々の心を揺さぶらないでただ勝利するだけの野球はプロ野球と言えるのか。松井秀喜チームの勝利こそが絶対的に大事。しかし勝てば自分が打てなくてもいいというのは大間違い。山田久志宗の中でも得るものがない奴なんか投手じゃない。そういうのがないなら即刻やめるべき。だが、それを抑えることができる奴が本物のエース。山田久志勝った、と思ったらそこから負けに一直線かしかな。長嶋茂雄松井くんにはもっとオーロラを出してほしい。長嶋茂雄俺たちは勝ついいか?もう一回言うぞ俺たちは勝つ、いわゆる名古屋決戦の試合開始前に。長嶋茂雄失敗は成功のマザー。上田俊春ミスを犯しても選手には明日がある。指導者にはない。王貞治ホームランというのは事前に準備した中での最高の結果。黒田博樹マウンドに上がるのは怖い。そう思わなかった試合なんてない。下柳剛夢を追って挫折するとつい辞める理由を探してしまう。そういう時は続ける理由を探そう。かっけえな。下柳剛俺は若手を引っ張れない。でも苦しんでる姿を見せることはできる。よりベラピザは4つに切り分けてくれ。6切れは食えない。よりベラ予測は難しい。未来について語るのはもっと難しい。よりベラーのレストランは混みすぎだ。誰も行かないよ。よりベラ勝負は終わるまで終わりじゃないんだし深い。ダルビッシュ有土日休みも、夏休みも、冬休みも、友達が旅行に行く間も練習してたから今の自分がある。佐伯貴弘もらったご祝儀袋を開けたら図書券だった漢字契約公開後の会見で。野村克也監督はやたら選手を褒めたらいけない。言葉の値打ちが下がる。野村克也短所を補うと長所も伸びてくる。これは個人もチームも同じ。落合博満欠点を直すこと、それは良い部分が失われることでもある。どっちなんや。関根純造先に点を取った方が有利ですね。8回終わって0-0の試合で。これほんと好き。清原和博やるだけのことをやれば、何も言われへん。東尾治惚れた女がいたらグラウンドに連れてこい。汗と泥まみれになってるのを見て何も思わないような女だったらやめておけ。東尾治、例えば僕が投球割合で 70% スライダーの投手だったとする。相手はそのデータを知っていても、その打席かそれまでの打席で1球でもシュートを内角に投げられたら打者は踏み込めない。データが全部吹っ飛んでるんですよ。広岡達郎もうこの辺でいいやと思った瞬間が負け。福本豊そんなんもろたらダチションもでけへん。米印国民栄誉賞を辞退するにあたって、これ好き。福本豊へ外野は打球に先回りできる。せやから素人にはファインプレイに見えん。福本豊選球眼はいいけど頭悪いね。序盤でリードしている中、雨足が強くなってきたところで粘って四球を選んだシュータに。これは瀬良と双璧をなすモッサン。福本豊近鉄だってロッテだって、うちと3つやれば、5つくらいは勝つわ。1976年日本シリーズで初戦から3連勝した際にうっかり言った言葉。この3連敗し逆王手をかけられるもなんとか7戦目を制す。大石大二郎プロなんだから負けることもある。だったら何もしないで負けるより何かした上で負けた方がいい。山本浩二集中力は自身から生まれるものすごい実績あるのに大ポカする選手って何なんだろうね。原辰徳消極的な成功よりも積極的な失敗を最近ブレてませんかね。野茂英雄人間、若いうちは無駄が栄養です。山口哲也もし僕が順風満帆でプロ入りしてたらここまでなってなかったんじゃないですかね。高畑道広才能ってのは決して諦めないことができることだ。張本勲打撃と女心は同じ。強力でも明日は全く違うものになっている。張本勲お前ら野球できない体にしてやろうか乱闘時に。鈴木啓示欲は出したらあかん。ただ、持っておかないとあかん。
鈴木啓彦のボールだけは現役最後の試合、その前の登板で序盤にフルボッコにされローテを1回飛ばして調整し臨んだ後楽園での日ハム戦、不退転の決意で臨むもやはり炎上してしまい古谷にフェンス直撃の敵地打を打たれて降板。その打たれたボールを脇に抱えてマウンドを降りた。鈴木はそれまでの記録達成時のウイニングボールらは全部スタンドのファンに投げ入れていたが、この時だけは持ち帰った。後日、シーズン序盤ながら引退を表明。福留孝介誠意とは言葉ではなく金額。福留孝介僕の年俸が上がらないと後輩に夢を与えられない。宮本慎也うちの5歳の息子のがまし飯原とキャッチボールをしていて。金村義明プロはキャンプのこんな時から集中するにゃベンチで微動だにしない栗橋茂を見て栗橋は短波ラジオで視聴を聞いていた。沢村博一ウェイトの重さです大学時代に何と勝負していたかを問われて。桑田真澄何もかもが揃ってる幸せな気を見て、コンプレックスを感じない方がむしろおかしいですよね。桑田は清原のこと大好きなんやろな。桑田真澄親友というより旧友清原について、ビリーマーチン1、ボスは常に正しい、2、ボスが間違ってると思った時、その時は1を見ろ。稲田直人練習では自分が一番下手だと考え、試合中は自分が最高に上手いと考える。肝に銘じておきたい名言。杉内俊也携帯電話会社と同じですよ。新規の人には優しくて既存の人はそのまま。これもっと野球人気が高い時代だったらベンチがアホやからレベルの知名度になったと思う。沢村栄治負けるな。どんなことをしても勝てただし正々堂々とな。中畑清空が見えないところで野球をするのは寂しい。東京ドーム完成時に巨人の中軸でありながら正直に答えた。意外と戦地なのね。今尾和久どんなにすごい体でも球を持っててもそれを司るのは精神や心理なんです。どすこい聞いてるか。アレックス・ラミレス正直、自分の後に続く外国人選手はもう出ないんじゃないかからばいよ。中村のりひろ中村のりひろというブランドをまず考えて、近鉄で終わらせていいものか。先に近鉄が終わっちゃったね。小川淳二大きな補強がないまま、同じように戦ったら同じような結果が残るだけだ。だからここのレベルアップをするしかない。そのためには選手自身が変わるしかないんだ。それが今年だったぬ。前田智則牧原さんに言うといてください。わしがいない試合で完全試合して楽しいかって伊藤も欠場してたっけ。これはどうなんやろな。むしろ欠場していたことを牧原に詫びるべきやと思うで。工藤公康限界はいつか必ず来る。人がどうこう言うのは自由。だが自分でそれを作るのは絶対ダメ。堀内恒雄飛行機や電車は俺が乗らなくても出て行ってしまう。だが野球の試合は俺が1球目を投げないと始まらない。なんか好きやわこれ。津田恒美まああんまり、大したことなかったですね。1987年日本シリーズ、これも2000から3連勝した時に出た言葉。しかしここから西武に4連勝され日本一を逃す。87年。86年だわ。すまん。もう記憶が曖昧やな。ある意味このおかげで伝説の第8戦になってしかも未だニュー。加藤哲郎打たれそうな気がしなかった。大したことなかったシーズンの方がよっぽどしんどかった。相手も強いですし1989年日本シリーズで3連勝した後のインタビューで、巨人はロッテよりも弱かったとは言っていないが、この言い方があまりに傍若無人だったのもまた事実で、チームの総合力では巨人の方が上だったにもかかわらずうまいこと封じ込めていたのをこの発言記事で発奮させてしまい、近鉄は4連敗を食らってしまう。岡崎薫野球感が変わった1990年、日本シリーズで西武に4戦4敗を食らった後、勇気壊れない方が1億で売ってたら借金してでも勝った。またそれを返せる自信もあった。これ好き。高木豊子供の選択肢を親が決める人生ほどつまらねえものはない。糸井義雄なんか査定の紙があったんですけど、よくわからなかったです契約更改後の会見で。くさっかひ。糸井は宇宙人だと言われても何ら違和感がない。どんでんオリックス監督時代まあ、お前らにはわからんと思うがな。この後記者に30分打撃理論について語る。どんでん赤星、お前疲労が溜まっているから今日あれ試合後半から出場するだけな。赤星はカッコないをわからず聞き返して怒鳴られた。横谷秋政対応僕みたいなヘボ選手に打たれて、ねえ、悔しかったんでしょう。前日に横谷が満塁かスリーランを打って、敗将の村克也があんなヘボヘボバッターに打たれてと愚痴った。星野千一マネージャー割れるやつにしとけよ。星野は痛恨の一打を食らって負けると食堂の湯飲み茶碗を床に叩きつけて割ることが多かった。それがいつの日からかプラスチックに変わり、叩きつけてもからーんと転がるだけになってしまって。杉浦清中日監督ホームランのサインが西武走者の場面で打者に頭の上に大きな円を描く格好を出した。打者が何のサインかわからず聞いてみると。なお、シーズン途中で解任。かっこいい。藤田元氏お前は気が小さいんじゃない、優しいんだのみの心臓と揶揄されて開花しきれてなかった斉藤正樹に対して、この後の活躍は説明不要。阪神ファン門藤をここで打っても給料上がらんぞ。1985年、引き分けでも優勝の中9回裏にアウトで同点の場面にて。
大沢刑事内は肉屋だヤギさんチームに負けてられるか玄米や雑穀を選手に食わせてたことで有名な西武と優勝争いをする中で、大沢刑事お前らフライデーやフォーカスに乗れよ米印、そういうスキャンダルにもならない日本ハム選手に対して、大沢刑事だったら宮沢理恵にやらせりゃいいだろ公認監督が決まらない中、知名度や人気を優先したがる親会社に対して、結局自分がやった。松原誠斉藤昭夫のね、ハマスタのロッカーにライターとタバコが置いてあるんだけど、彼はそれをきちっと90度、直角に並べてたね。多分寝る時も布団の中でまっすぐなんだろうね。川口和久初めてのキャンプで浩二さんにキャッチボールで何でもいいから変化球も混ぜて投げてみろって言われた。変なこと言うなぁと思って投げたら、投げる瞬間にカーブとか全て当てられた。お前のフォームじゃ投げる前にもろバレだと。それ、手押す内藤も同じような経験してるというね。それ以来内藤はワインドアップで投げるのをやめたという。立川光雄ならもう一個同じコース行くか？デビューしたばかりの長嶋一茂の打席で、点差もありちょっと遊ぼうと川口にど真ん中直球を投げさせ大ファールを打たれた後の一言。変化球を投げさせ三振。古田敦也本当ですか？嘘じゃないですよね？指名するというヤクルトスカウトに向かって、大学時代にそう言われて指名されなかった経験から。田淵光一じゃあ次の阪神の監督は良くないんですか？西武へのトレード通告時、阪神側の西武の根本さんはいい監督だから行ってこいという言い分に。長嶋茂雄それより君のところの藤井っていうのいいんじゃない？投手不足で巨人にトレードを申し込んだ若松監督に対し、結果、藤井はエース格に成長。この辺でお開き。おもろかったでサンキュー。サンクスイッチ。